動画編集パソコン、どうしてる？どうもガンプランナーです。このご時世なので、自分で腰つべを始めたり、まあなかなか厳しい世界だけんども動画編集を仕事でやる場合についても、動画編集用のパソコンってどういう風に選んだらいいのか、いまいちわからないという人結構いると思うのん。そこで、ここ数年通常の動画はもちろん、自分でゆっくり動画の編集をしてきて、使うパーツの違いでどういう変化があるのか、実際に体験してきたことをもとに、その違いと2024年現在おすすめパーツはどれになるのかを紹介してみようと思うのん。ちなみに今回 Mac は出ません。自分自身 Mac は使ったことがないし、動画編集専用の1台を用意できるわけじゃなく、他にも色々やりたいという人、パーツスペックの違いについてはノート PC 選びの参考にもなるし、後々丸ごと買い替えるのではなく、パーツを入れ替えて強化、CPU とマザボだけ入れ替えて次世代に移行も考えると、Windows でデスクトップ PC をメインで考えていくのんのん。まあ Mac でもできるのかもしれんけんどもね、知らんけど。ちなみに、なんで動画編集を仕事にするのは無理じゃねえ、と思うのかについては、この時の動画を見てみてねん。それでもいける、という人は、頑張れば結構稼げるようになるかもしんないかもしんないかももの。こういった内容が気になる人は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンも押してもらえると嬉しいのんのん。まずは CPU について、動画編集での CPU の主な役目は、エンコード、書き出しなのん。もちろん脳みそに例えられるパーツで他にも色々やってんだけんども、CPU のスペックの違いで体感変わるところはエンコードスピードなのん。今でこそブラボも使うハードウェアエンコードに大体対応してると思うんだけんども、ハードウェアエンコードだと画質が若干落ちるという話もあったので、自分は高スペック CPU で CPU のみのエンコード。最初の頃はずっとそれでやってきた結果、i7-8700K 翌年に出たら以前 7-2700X さらに翌年ら以前 5-3600X を比べ、エンコード時間にはほぼ変化なしだったのん。さらに、Ryzen 9-3950X も試した結果、10分の動画 AVI ユーテルでエンコードにかかる時間10分程度、先に紹介した CPU との差は1分程度だったのん。動画編集ソフトプレミアプロを使う場合はさらに、そもそもハードウェアエンコードというのもあり、その差などわからんくらい早いのん。つまり、第7世代以前の古い CPU を選ぶとかでなければ、現状上がりまくった CPU 性能は上がりまくりまくりスケーで燃えちゃうレベルまで来てるのんで、割と何選んでも支障はなく、ここで PC 予算削っちゃっていいかもしんない部分なのん。ただし、今後さらに高速なメモリに対応してくるとなった場合、それとやたら長時間の動画ばかりエンコードするという人、長くなればなるほどエンコードスピードの差も積もり積もっちゃうのんで、そん時はちょい考える必要があるかもしんない。では2024年5月現在のおすすめ CPU。ここで予算削っときたい人、インテル、Core i5-12600KF29,3820円から、13-14世代は今怪しいからのん。コア数も10コア16スレッドと多く、8700K あたりと比べ性能上がりまくりスケー。AMD、Ryzen 5-7630,1471円から、5000シリーズも考えたのん。ただ、DDR5 は使いたい。予算に余裕がある人はインテル第12世代以降 AMD 7000シリーズ以降で、できるだけいいやつ買っておけばよいのんのの。ちょっと DDR5 は使いたいとメモリにも触れたところで、動画編集においてメモリの役割性能差で出る違いとは、よくメモリはテーブルに例えられ大きいと物をいっぱい置けると聞くよねん。それこそまさに動画編集でも、いろいろ調べながらたくさんブラウザ開きっぱなしで作業する場合効果を発揮するのんのん。ただそれだけじゃないのん。使う動画編集ソフトにもよるけんども、自分のようにゆっくり動画を編集する人は特に、メモリスピードが AVI ユーテルのエンコードスピードにめちゃくちゃ影響出るのんのの。それはこの時の動画でも話してるんだけんども、8分のゆっくり動画グリーンバックを AVI ユーテルでエンコードした場合、あの時の動画編集 PC、CPU Ryzen 9-3950X メモリ DDR4-3600GB RTX 3080で、約37分。ゲーム用 PC、CPU Ryzen 5-3700X メモリ DDR4-4000GB GTX 1070Ti で、約27分。びっくり。CPU やグラボよりもメモリスピードがもろに影響してるのん。組み替えた動画編集 PC、CPU IQ13900K メモリ DDR54800GB RTX 3080で、約9分。は？
それまでライゼン9で37分かかってたエンコードが10分切るようになるのノン。ほんでメモリを XMP 設定にし6200でやってみたけどそこは10秒も変わらんかった。つまり動画編集を快適にエンコードスピードを早めたかったら、一番安い DDR5-4800 でいいのでこれを詰める構成にしたいのんだだし、プレミアプロを使う場合そもそもエンコードが速いので、メモリスピードでがっつりエンコード速くなるみたいな体感は得られなかったのノン。容量。先にも言った通り容量多い方が同時にできる作業量が増えると、例えば自分の場合、ブラウザを30、40開きっぱなし、AI チャットも使用しながら、編集ソフトはプレミアプロゆっくりムービーメーカー 3AVI ユーテルメディバンペイントと、いくつも同時に起動し必要な画像作ったり発音直したりをしてるのん。そういうことをやろうと思ったら、まあ 32GB 以上にしたいののん。ではおすすめメモリ。現在 DDR5-4832GB で見ると、最安13000円程度であったのん。まあ組んだ時の見た目も考えると黒い方がいい下げなのんで、クルーシャルがいいのかのん。ではみんな大好きグラボ。動画編集においてグラボの役割性能差で出る違いとは、単純に動画編集だけで見れば編集中のプレビュー画面。これをストレスなく見れるかどうか。素材の解像度も上がっておりそこにグローなど光らせる重いエフェクト入れようもんなら、RTX3080 でもなかなか厳しくカクつくのんのん。プレビュー画面がカクつけば動画がどんな感じか見れなくなるので想像で作るしかなくなるのん。だからグラボは動画編集においてもものすごく大事なんだののん。エンコードに関しては大事じゃないとは言わないけんども、メモリのとこでも言った通り、メモリ速い方がはるかに速くなるのんで、まあ、ね。ほんでさらには今後について、AV1 エンコーダーを使う場合、最新のグラボじゃないと対応してないのん。AV1 は必要なのか ?AV1 は圧縮効率が H265 より30から 43% もいいらしいと、低いビットレートでも優れた画質を実現し、バッファリングが軽減されるため、視聴者にとっての体験が向上するんだと。まあ今後 AV1 を使う人が増える可能性もあり、例えば受けた仕事で AV1 でエンコードした MP4 が送られてきた場合、RTX3080 の PC じゃ再生すらできないのによマジで。いやもしかしたらやり方あるかもしんないけんども、先日 ASUS さんから RTX4070Ti を借りた時、ゲームを AV1 で録画して、動画編集 PC に移し再生しようとしたらできず、プレミアプロに入れてもダメだったのん。まあドライバーが対応してないからとか。でもさ、ファイルは MP4 だしいけると思ったらダメだったのん。さらに、AI も使う場合、自分は動画に使うため猫耳美少女をステーブルディフュージョンで召喚し、AI チャットボイスチェンジャーその他いろいろ使うのん。今後も増える可能性も大きいとなると、できるだけ高性能なものが必要になってくると、まあ間違いなく一番予算のかかるパーツ。ではおすすめグラボ。RTX4070Ti スーパー。メモリが 16GB に強化されデュアルエンコーダーになっとるのん。詳しくは1月に出した動画を見てねん。2024年5月現在人気ありすぎて4000円くらい値上がりしちゃってんだけんども。それでも動画編集素材作りに AI と考えると、これがベストな選択だと思うのん。もちろんお金のある人は萌え覚悟でいっちゃんいいやつ言っとこう。では一旦これらを乗っけるためのマザボ。動画編集においてマザボの役割性能差で出る違いとは、ない。いやまあ、マジでないんだけんどもさ。マザボは自分に必要なものがついてるかで選べばいいのん。例えば USB の数、マウスやキーボード以外にもカメラミキサーマイク液タブ、その人の動画作りに必要なものを必要な分だけつなげれる数がついてるもの。ほんでもって、2024年5月現在、インテル CPU の劣化不具合問題が発生しとると、AMD も萌え問題はあったし、そんなんでちゃうとヒートシンクも何もついてない安いマザーには行きづらいと、マシンパワーを結構使う動画編集なのんで、冷やせそうなヒートシンク付きのものを選びたい。さらに企画、動画編集 PC となれば、キャプチャーボードをつけたい人もいるかもしんない。そうなれば ATX や MATX ではなく、ATX 以上を選びたい。そして今この時点で最重要となっとるのんは、クラス。今回のインテル劣化不具合問題で、先日動画にもしたとある検証結果によれば、CPU に本気を出させる最上位モデル ZK だと、劣化不具合発生率が高いポイントポインポイン。なので今インテルで組むならマザボは BK が安心なんだのん。見た目、今中身の見えまくりまクリスティーナピラーレスケースが流行っとるので、見た目の好みで選んでもいいのん。ではおすすめマザボ、インテル。
やはり劣化不具合問題を考慮し、その不具合が出てない第12世代 CPU 時の B660 から、DDR5 に絞るとこれしかなかった。中でも ATX に絞るとこれ、ROG ストリックス B660F ゲーミング Wi-Fi。最安21,800円から、価格も良い感じだのん。AMD。こっちはもう燃えてないんだけんども、B650 でいいと思うのん。一応 X670E まで入れて探した結果、やっぱこれになっちゃうわ。あの時エッジが安くなってなかったら、自分も直前まで買おうとしてた、MAGB650 トマホーク Wi-Fi。最安23,185円から、もっと安いのもあるんだけんども、USB の数ヒートシンクのごつささらにオプティカルまでついて、3000円くらいしか違わないなら迷わずこれ選ぶのんだ。しかし、一個すっげー迷うのがこれ。B650 といえばアスロック B650 ライブミキサー。USB の数圧倒的。見た目めっちゃ可愛い圧倒的。何より自分が見てた時より1万以上安くなっとる。実はこの時自分がマザボ買った直後安くなってたんだよ。高くなる言われとる SSD。動画編集において SSD の役割性能差で出る違いとは、まずは各種起動の速さ。PC 起動編集ソフト起動などストレスなく使えるようになるのん。撮影してきた映像の読み込みにも影響するののん。ただこれ、HDD と比べて体感できる違いが出るだけで、SSD 同士だと、いまいちわからん。以前最新の高級 SSD を試す機会があったんだけんども、動画編集で試した結果エンコード時間に変化はなかったのん。その時の記事は見つけれた人は読んでみてねん。あとは容量。2TB でもものすごく安くなっとるのんで出せる範囲で一番でかいのに。ではおすすめ SSD。ああ、やっぱ若干値上がりしとるのん。でも最安が Gen 4だし良さげなのんのん。SSD はしょっちゅうセールとかあるのんで、この金額覚えといて良いセールに出会えた時に買うのがベストかもしんない。これも値上げだと言い出しとる。HDD。動画編集において HDD の役割性能差で出る違いとは、容量だけだのん。なんだかんだ素材や編集後の動画を入れておくのに、コスパがいいのは HDD。ではおすすめ HDD。はい 8TB。上の西から好きな方を選ぶのん。コメントを見てるとシーゲートに拒否反応を起こす人がいるんだけんども。まあ過去になんかあったと、ただ、今はどうなのかな、と調べたんだけんども。最近はヤバそうな話出てないのん。一応今自分は1台にウェスタンデジタル動画編集 PC でシーゲートで試してるんで、何かあれば報告動画を出すのんのん。実は結構高いパーツ。電源。動画編集において電源の役割性能差で出る違いとは、まあないっちゃない。ただ電源効率とかたくさん USB 繋ぐとか考えると、電源の容量を計算してくれるサイトがあるのんで、そういうところで計算してみて容量を決めよう。と言いたいところなんだけんども。今回は動画編集 PC。今後グラボをはじめパーツを入れ替え、バージョンアップしていくのを想定し、その際電源については引き続き流用していけるパーツということで、先にちょい余裕を持って良さげなものを選びたい。ギリで 850W もしかしたら90番のグラボ行くかも。と考えると 1000W。この辺言っとけば次回以降しばらく電源を予算に入れなくてよくなるのん。ちなみに細かな注意点としては、CPU 補助電源4プラス4ピンが2本、グラボ補助電源6プラス2ピンが2本以上、90想定するなら4本いるんだけんどもさ、そこは一応見ておくのん。ケーブル何本入ってるかって書いてないこと多くて、調べるの大変なんだけんどもさ。ではおすすめ電源、850W 以上の ATX 電源を見るとこんな感じ。850W、ディープクールのやつ、思ったより安い。11,980円。CPU 補助電源 ×2 グラボ補助電源 ×3 入ってるっぽいん。1000W。あ、ゴールドだと安いかも。サーマルテイクのやつ。最安16,234円から。ケーブル数は先ほどと同じ。プラチナだったら、スーパーフラワーのやつ。あれ。やっぱ思ってたより安い。最安27,999円から。ケーブルに関しては並べた画像出てくるだけで。それ見て自分で数えろやスタイル。めっついんだって。もう、多分だけど CPU 補助電源 ×2。グラボは二股が2本と分岐してないのが4ポイン。マジで書いててほしいわ。ほんで自分はプラチナ 1200W とか行くから高いんだったわ。最近マジで金がかかる CPU クーラー。
動画編集において CPU クーラーの役割性能差で出る違いとは、ニアでなければパフォーマンスが落ちるのん。ただ今回おすすめで出したら以前後7600のように、熱が低めの回モデルで付属のクーラーがあるのであれば、それ使っても大丈夫かもん。ただインテル 12600KF だとクーラー付属してないのんで、そういう場合のおすすめクーラーは、今はやっぱこれでしょ。ディープクール AK400。こんなに色違いがあるんだのん。色以外違いがあるのかわからんのんで、そこは好きなの選んでほしいのん。あと多分誰かがコメントで違いを書いてくれると思うのん。上位 CPU を使う場合は簡易水冷がおすすめなのん。今はそれでも厳しい時代に突入してるけんどもさ。ちなみに自分はクラーケンなのん。最近はちょい高くなってしまった PC ケース。動画編集において PC ケースの役割性能差で出る違いとは、違いはぶっちゃけないんだけんども、自分の設置方法好みで選ぶといいと思うのん。オープンフレームにするにしても置く場所部屋環境で厳しいだろうし、自分はケースに入れる派なんだけど、一応グラボそれからチップセットが冷えるには、グラボの下にいかに新鮮な空気を送れるかだと思うのん。これに関しては本当に種類がたくさんあるので、今まで出した PC ケースの動画それから、今後も出していくつもりなのんで、それらを参考に好みのケースを選んでほしいのん。あとフロントの IO、USB が2個なのか4個なのか、Type C はついてるのんか？ちなみに自分は4個プラス Type C が欲しいのん。さあ今回のおすすめ構成で動画編集 PC を組んだ場合、ケースいいとこ1万5000円として、インテルで約25万5000円、AMD 約25万8600円。もちろんもうちょいスペック低くても、動画編集自体はできるんだけんども、ストレスなく快適に近い将来も見越してとなると、この辺が最低ラインじゃないかのん。グラボがごっそり持ってってるのののん。さあここから、がっつり体感してしまう快適に動画編集をするための周辺機器に関しては、モニターの動画、キーボードやマウスの動画も出してるのんで、いかったらそれらも見てみてほしいのん。というわけで、AI で召喚した猫耳美少女、たまにチャンネルコミュニティで、ヨーツベの規約違反に引っかからない使い方であればという条件で、フリー素材としてプレゼントしてるのんで、いかったらそっちも見てみてねん。ぜひ次の動画もよろしく。